ここでは白い画用紙に白い、女の子の服であったり、白いセーターであったりっていうのをどのように表現するのかっていうのをお伝えしていきます。今描いている原画は絵本たった一つのお約束の制作工程の、制作途中のものなんですけど、ここの女の子の今着ているジャンバーの、ブルーを塗ってるところなんですけど、正確にはブルーセレストといって、ちょっと下地に適している紫がかった青みグレーのような色なんですけど、ここの袖のところとかは白いラインが入っているように最終的に仕上げていきたいと思ってます。でも白い画用紙に白い絵の具を塗るとなんだか抵抗感がない絵肌が出来上がってしまうので、最終的な仕上がりである白色を、際立たせるためにも最初に、下地の色を引くことが大事だと思います。で、今回はブルーセレストを塗っていますが、下地によく使う色にこのブルーセレスト以外にも、ワーム系の温かみのある色であればイエローオーカーであったりとか、ちょっと暗めの色、グレー系をのせる場合もありますし、その円に合わせて下地は描き分けます。でこのように下地にまず色をドンと入れておくことで、上から白い、絵の具で描いた時にこの空間とか窓の外の、空の白色ですね、スカッと抜けている白っていうのと、モチーフ、人物であったり主人公ですね、キャラクターの衣類についている白っていうのの、抵抗感ですね、まるで触れられそうな抵抗感、存在感っていうものの質の違いっていうのが描けてきます。で、そのためにまず、このようなブルーセレストの色を引いています。重厚感のある存在感、抵抗感っていうのを得るためには、このような感じで重ね書き、レイヤーですね、下の色がチラチラ見えるような感じで描いていくっていうのが、絵肌を作る上でやって工夫しているところになります。で、今絵本のたった一つのお約束のページで、書き順としてはやっぱり同じ工程のものをざーっと全ページ手を入れていくっていうことで全体感の流れを作るようにしています。このブルーセレストの色も作るページによって色が変わってしまうといけないので、たっぷり作って、一息で全ページ塗ってしまいます。でこの後下地のブルーセレストが乾きましたら、最後の仕上げの色となるこの白いストライプがこのジャンバーのトレードマークなんですけど、これを、活筆って言われる、あまり筆に水分を含ませず絵の具のこってりとした、絵の具の質感で、こってりしてるっていうことになるとやはり、画用紙に、水分が吸い込まれないので、筆の運びがギザギザと進みにくいわけなんですけれども、そのかすれを利用してるんですね。で、これが滑らかに濡れてしまうと、せっかく下地に引いたブルーセレストが全部隠れてしまうんですね。今拡大してみないと少し分かりにくいかもしれませんが、この活筆を生かして下地のブルーセレストがチラチラと見えるような感じで、塗っています。でこれをすることによってこの白の絵の具が抵抗感を持って存在感を持って、表現することができます。このお母さんのセーターであったり、このジャンバーの白のラインっていうところが
空間の抜け感のある白と、この素材感、質感を出したい、主人公の白っていうのと差別化していくんですね。うん、これがもし背景と同じ画用紙の白が残ったままだと、まるでそこの部分だけ透明人間のような、なんかこう手応えのない、あっさりと浅い絵になってしまうかなと思うので、ここは、少し手間をかけてでも、きちんとこの重厚感のある表現を選んでやっています。で、こういうちょっとしたかすれみたいなのが味わい、絵本の温かみであったり、っていうところに視覚で表現できるところなので、はい、うん、まあ細かいポイントではあるんですけれども、手を抜かず、下地の色っていうのをちょっと工夫しながらモチーフの色をのせるところ、特に明るい色とか、淡い色ですね、モチーフの白い色っていうのを紙の白とどう区別差別化するのかっていうところを工夫していくと、絵がもっともっと、魅力的になりますし、白が描ける作家さん、白い紙に白が描けるって、白ってすごく素敵な色だと思うので、それぞれの魅力がもっともっと出るかなと思っています。これでも最後の方かなと思います。これもね、じっくり見るとかすれがうまいこと生かされて、はい、筆の水の含み方っていうのも工夫すると表現に幅が出てきます。ここでは活筆の表現をご紹介していきました。最初はベタ塗り、ブルーセレストの色をベタ塗りにしまして、最終的な仕上がりの色をかすれを使ったカサカサとした、表現で、このレイヤーによる白の抵抗感、物質感っていうところを主に、今回の、絵画のポイントとしてお話ししました。はい、ではこの絵本たった一つのお約束もよかったら、絵本の方でこのかすれ具合をチェックしてみてください。